ここはアバート刑務所。極悪非道な囚人たちが収容されている。そこにプチプチひなこ葵が収容されてしまった。今回の監視は新道寺。果たして3人は脱獄できるのか。ルール説明。ひび割れた石レンガを壊すには石ピッケが必要で、砂、土、木材は素手で壊すことができる。これはもしも新道寺が監視だったらという本編とは別の世界のストーリーである。16日目。もういくつ寝ると処刑日だ。何すごい歌聞こえてきたんだけど、呪いの歌が聞こえてきたんだけど、なんだよ、誰で今歌ったの。もう1週間もないよみんな。どうする？ひなこちゃん、そんなとこにいて何してんのね。なんか座っちゃった、ひなこ。ひなこちゃん、そんなことやってる場合じゃないよ。ほら、今日行くんでしょ、レバー。あ、そうだ、レバー行くんだ。そうだよ、問題解けたから、やってみよう。レバー行って。どっか遠くにいる？あおいちゃん、なんか遠くにいるよ。え？あおいちゃん、なんか今声めっちゃ遠くにいたよ。お風呂場で実況してる？出ないよ。じゃなくてさ、ね、あおいちゃんちょっと来て。見せたいものがあるの。で、女子会できるようにね、映えるもの作った農場を分けんだよ。映えるものって何？ほら、どれどれ、見て、うわー、来たー。すごい、ウェディングケーキじゃん。で、今度女子会しよう。え、食べないでよ、ダメだよ。え、俺も女子会混ぜてよ。来んなよ、お前は。女子じゃねえか、ダメだよ。ほら、もう今日10時間の時に行こう、みんな10時間。オッケー、10時間の時に手洗い場から行けるから行こう。よし。あ、監視来てる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 。みんな、おはよう。おはようございます。おはようございます。おはよう、おはよう。よく眠れた？監視。ん？なんだ？うんち詰まった。うんち詰まった？何やってんの？うんち詰まった？おいおいおい、やばいって、お前、うんこ。でかすぎだろお前これ。ちょ、自分で取ってきたらいいから。昨日食べすぎた、掃除しといてね。おい、掃除を、家政婦じゃねえんだよ俺。さあみんな、わーい、おい、監修。監修じゃねえよお前、何やってんだ、ふざけんな。はい、じゃあ皆さん、おはようございます。ありがとうございます。大丈夫、一人声が死んでるよ。ちょ、今日喉の調子が悪くて。あ、ごめんね、あのここの檻加湿器ないからね、乾燥しちゃってるかもね。おお、ゴクって聞こえた。お前何の水飲んでんの今、大丈夫？午後の紅茶飲んでるから。なんで午後の紅茶あるんだよお前、檻の中に。ふざけんな。じゃあ皆さん、今日は皆さんが刑務所に来て16日目です。そして処刑まで残りの日数は6日になります。ということで皆さん、1週間切りました、おめでとうございます。どうしよう、おめでとうございます。じゃあ今日皆さん頑張って張り切っていきましょう。ん、ひなこ、なにこれ。これ何？ケーキタワー。ケーキタワー食べてないの、ケーキ。え、てかいつの間にもう3つになってんじゃんケーキ。増えてんじゃん。いいでしょ、3つだよこれ。腐るからちゃんと食べてね。大丈夫？大丈夫か？いや、ごめん、くしゃみが。あ、今くしゃみだったんだ。咳かと思った。今のくしゃみだったんだね。あ、そうなんだ。ほら、葵の。ほら、出てこい。ありがとう。どういたしまして。よし。出た。おい、うんこ持ってくるな、お前、ここに。寝るな、お前。こねるな、お前。寝るな、お前。めちゃめちゃやぞ、お前。で、皆さん、あの、もう1週間ね、切ったってことで、クリスマスね、あの、昨日、ちょっといろいろとプレゼントしたでしょ、みんなに。うん、はい。昨日、ちょっとね、クリスマスディナーにさ、行った時にさ、ちょっとみんなにお土産持ってきたの、少し。ローストチキン？ほら、みんないいぞ、ほら、食べろ。うんこの上に置くなよ、お前。そうだよ。取られた。え、でも、葵ちゃん、多分、いらないよ、これ。うんこの上に置いた。食ってる。おい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 。昨日ね、ディナーに行ったの、ディナーに。誰と行ったの？誰と？友達。お母さんだ。お母さんじゃねえよ。お母さんじゃねえよ。でもほら、お母さんと行ったからこれ、お母さんと行ったとか言っちゃった。違う違う。お母さんと行ったこれ。これこれ、これほら、これあげるほら。ほら。待って、なんか書いてる。鳥貴族って。何鳥貴族って。居酒屋だな、大衆居酒屋だな。大衆焼き鳥居酒屋だな。いや、ディナーだからちゃんとした。ってことで、今日も元気に行きましょう。じゃあみんな、行くよ。
はい。ちょっと待って、あ、この謎解けた。コナンがいるんだけど、コナン急に。この謎解けた。一回抜け出して、こっから。おお、待った。なんだ？何言ってるんだ？こっちこっち。こっちこっち。何言ってるんだ？名前逆じゃね？どういうこと？よく気づいたな。そうだ、ご名察。うお前適当だろ今全然考えてなかったろ。本当に、ね、子供産んだよ。卵、あ、子供産んだ。磯村水産か、卵、子供だ。生きるかなこれ。いくよ。マジ、はお、お、どこに産んでんの。待って、どこに産んでんのそれ。あー、サブ太郎。サブ太郎、サブ太郎って言った今。サブ太郎が死んじゃったよ、どうする。サブ太郎なんだろう。サブウェイかな、サブ太郎は。もう全部チェーンてる名前やないかお前ら。いいか、早く自由時間行こうよ。あ、そうだな、ごめん。よし、雑談がちょっと長くなったな。よし行こう。おい、俺より前に出るな、プチプチ。自由時間、ほら、ダメだぞ。今日はブレイクなしだからね。そうだよ。分かってる意味、お前ら。え、ヨー、ヘイ、ヨーヨー、ブレイクダンスのこと。俺のブレイク、お前どう考えてもラッパだったろ今。ラッパじゃねえや、ラッパ。お前もう何にも違う。何にも分かってない、みんな。もう分からん。やめる今日。やめちゃ、今日やめるか、今日。今日やめちゃうとかいいかもしれんよ。ブツカツクブンブンガン。あいつビートボックスだよあれは。あ、そっか。ヘイヨー、チケラッチョー。オッケー。チケラッチョで会えたぞ。もうなんて終わりか。今日は朝から元気だな。オールナ、どうしたお前今日。いやー、まあちょっと直しといてね、ちゃんと。もうダメだからね。埋めるな俺の鳥貴族。遊ぶ。無視されてる。じゃあちゃんと遊んでね。遊ぶんだよ。はーい、またはーい。はい、今いい感じだったよ。こうおちゃらけて、なんかいい感じで、ほらくたびれさせられてたよね。そう、くたびれさせられて。とりあえずひなこちゃん一旦、お、弓飛んできてる。ひなこちゃん一旦ちょっと待ってて、俺鍵持ってるから葵ちゃん連れて行ってくるよ。オッケー、当たりたいな、受け止めたい。おれ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 。キャッチボールでキャッチボール。もうパッて行っちゃうよ葵ちゃん。もう今行っちゃうよ。あ、感謝の方行った。あ、オッケー、いける。いけ。え、ちゃんと謎解明してきてね。覚えてる昨日の。覚えてないだろう。そう、ラインのキープメモに書いといたんだ。ピッキル用意して。オッケー、待って、ここ死ぬから。よし、今行くぞ。レッツゴー。さあ、これを掘る。掘れ。死なないでね。保証はできないけど。え、本当に。ちょっと待って、やばい。プチ死んじゃうよ。あ、早く。行けた。よし、オッブ。何処分だー。ハート1個半。危ない。これ謎解いてみるね、じゃあ一旦。すげー、ここに繋がったんだ。あ、そう、そこに繋がってんの。あ、じゃあそっか、来てなかったのか、来れなかったんだ昨日。あ、じゃあ、ちょっと答え言っとくよ。 A が1だから、あ、0が上、1が下ね。 OK で、A が1、はい。 B が0、0、はい。 C が0、はい、0。 D が1、1。なんか起きた？違うって。おい、怒んないじゃん。多分こう C と D 合ってるから、多分これでどうだ。え？お、消えてる。感触いる。待って、感触もいる。どうしよう。待って。あ、じゃあこっち。入ってく。二人とも。入ってく。感触入ってった。どうしよう。待って、でもこっちの部屋に来てない。こっちの部屋には来てない。上上がった。OK。上上がったっぽいな。え、一旦奥進もう。奥にいればワンチャンバレないから、一旦奥進もう。あ、じゃあこれ何これ。何それ。え、これ緊急処刑停止装置って書いてあるよ。え？ってことは誰か処刑されそうになったら、これで防げるかもしれないってこと？え、これ結構でかくない？これだから誰かがやらかして今すぐ処刑だって言われても。あ、やばい。ここに来れば。やばい、いる？いる。監視出てきた。やばい、どうしよう。やっとケーキくれた、4個目。おい、全然やばくねえじゃん、おい。ふざけんなよ、おい。待って、戻ってくる感じ。戻ってくる？ちょっと待って。やばい。急ごう。あ、いや、大丈夫。どっか行った。ごめん。どこ？次どこだ？え、待って、これどこ？こっちか？そっちっぽい。こっち行って、で？結構迷路っぽいぞ。いけて、あおいちゃん、滑舌が悪すぎる。これだ、これ。救急管理室じゃん。これ、鍵持ってるよね。これだ。よし、これだ。開けてみて。よし、開けるぞ。ほい。おお、いた。ちょ、急いで中に入ろう。入ってみよう。
なんかね、なんか書いてあるこれ。なんでこれ？自節内発電。オン、オフ。今オフになってるから上に上げたらこれ施設内発電に切り替わるんじゃない？うち分かったかも。これさ、うん、オンにしたらさ、あれじゃない、あの電線に通ってたさビリビリのさ電波がなくなるかもね。あ、絶対そうだ。え、今やる？今やばくない？やばいだろ、どうする？警報とかなったら。いや警報なったら怖いから一旦準備を整えてからやった方がいいかもしれん。ちょっと待って、え？ってことは、いや、わかんないけど、ワンチャンこれで止まったら脱獄できるよ。え、これ、この何？上のビリビリが止まる可能性があるってこと？そう。え、多分。え、外出れるって、だって穴開いてるもん、あそこ。え、ってことは電線伝って、青たち脱獄できんじゃね？え、できるじゃね？え、急展開。ナイス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 。ってことはさ、やっぱさ、あれじゃない、あのルート一回確認してさ、ちゃんと計画練ってさ、こっち来てみたいな。てか多分その方がいい。さっきから監視ちょいちょいうろうろしてるから戻ってこないとやばいかも。やばい、ちょっと戻ろう。行ったもん。いけ、急げ。おいそう。と閉めて。危ない。え、大収穫じゃね？え、待って。え、青たちさ、脱獄できるくない？大丈夫？え？やばい、監視入ってった。ごめん、見てなかった。あっぶねー。今水いっぱい出てたからマジで危なかったよ。今出て大丈夫？手洗い場にいるけど。わかんない、ダメかも。戻ってダメかも。やばいかも。あ、おーい、どうだ、遊んで。監修。どうしたひろこ。どうした、いきなり。お前最近いきなり叫ぶな。どうした、何ですかこのおむつは。なんで私にこんなもん渡すんですか。あ、それ葵が脱糞するからさ、ちょっとそれ測ってあげてほしい。葵ちゃんに脱糞させればいい。脱糞させればいいんじゃないか。誰が脱糞娘だ。はい、脱糞娘、これあげる。脱糞か。ほら、おむつやったー。お前おむつ履いとけ。お前すぐ脱糞するから。おい、ダメだって、ちゃんと履きなさい。夜履きなさい、夜。夜すんだ、ババアじゃねえわ。分かった、これ入れとくからね、チェストの中に。いらねえよ、もう。よし、みんな、遊びの時間終わりだぞ。監修？ん？どうした？ケーキありがとう。二人だけの秘密ね。あ、そうだね、そう言っちゃダメだよ。ありがとう、ひなこちゃん。あげないよ。ね、出してよ、監修。死ぬ？いや、ちょっと最近働きすぎててさ。働いてんだ。いや、働いてるよ。そう、なんか最近さ、その監視長がさ、刑務所内掃除しろうるさくてさ、ずっと最近掃除してんだよね。おい、ひなこ、お前何して、誰？お前、掃除すんなよ、人間を。そう、監視長の悪口言う人、抹殺する。いや、ちょっと愚痴ってもいいじゃん、やめて。監視長からそういう風な命令が下ってる。え、どういうこと、囚人に？ダメ、それ没収。それダメです。はい、返すよ。ひなこ、違う、やじゃないよ、弓、はい、そう、ダメだよ。よし、行くぞ。次はお前たち、刑務作業だ。今日の刑務作業はね、ちょっと電波塔をやってもらおうかなと思って。電波塔直したじゃん。あの、他の刑務官に言われちゃってさ、ちょ、来てくれ、とりあえず。やっぱり青たちがやった、あの、デザインが良かったってこと？匠だからね。そうだな、真ん中のデザインはめっちゃいいって言われてたんだけど、この外がね、これ見えないから危ないって言われたんだよね。なんで、危なくないよ、安全じゃん。爆発しても一人しか死なない。いや、中でさ、誰が作業してるとかがちょっと分かんないから、これがちょっと邪魔って言われちゃったから、ちょっとごめんけどさ、今日の刑務作業は電波塔やってくれない？いいですよ、仕方ないですね。よかった。飾り付けするか。飾り付けはしなくてもいいけど、まあなんかかっこよくする分にはいいよ。ここのね、これちょっと濃いとはね、邪魔って言われちゃったから、まああとはね、まあ実用的なのにしてね、あのできるだけね。ピッケルも壊れそうだけど。あ、本当だ、ピッケル壊れそうだね。ちょっと待って。準備してないんだからってよ。はい、してくれ。分かった。掃除ばっかりやらされてんだよ。ごめん。よしよし。
ょ、なんかすごいあれだな、上司みたいだなお前たちの方が。よし、オッケー、できた。じゃあ頼んだ。あのここのとりあえず外いらないって言われたから。あ、おい違う違う、これはいる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 、檻はいるんだよ。じゃあ頼んだよ。まあこれだけでもいいけどね、これだけ壊すだけでも。あいつ、なんだ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 、ひなこちゃんが、お前買いたいって、お前地面ボロとめ靴折りか、お前。おい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 、違う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 、この外が見えないの。はあ、外か、これにしとくね。あ、まあそうだね、そういうのはいいね。あ、いいねいいねいいね、あ、いいじゃん、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん、それ気に入った。あ、気に入った。じゃあこれみんな全部しといて、これ床、これに。はーい、よし頼んだ。じゃあね、みんなで頼んだよ、しっかりやってね。ダイニングはアッポアッポ。いや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 、あ、ギリギリはいいね、それ動画出てるからよかった。ちょっとって思っちゃったよ、びっくりした。いや、前からリレー面白かったなって思ってさ。ちえちゃん、お前そんなことより、お前ついに見つけたぞ、電力給給給なんとか室。今室内に切り替えって書いてあるところのレバーがオフになってたよ。であれを室内に切り替えたら、オンにしたら外の電気止まって、あのビリビリがなくなるんじゃないかっていう推測。どこに繋がってないの？あるあるある。お前ら忘れたんか、お前。葵ちゃん一緒に来たじゃん、ほら。いや、私知らないよ、それ何？あ、そうだ、ここあった。ここあのさ、もしそう、さっきのさ、あの施設内電気供給だっけをさ、止められた場合でさ、ここから逃げることになるじゃん。あ、その予定だよね。うん。ってなったらさ、ここがどこから繋がってんだっけ、これ。これ確かね、水路に繋がってる。行ってみる？ちょっとデモンストレーションしよう。あ、おいち行って。行ってみよう。わかんない。これどこだっけ？ここ何？ここ何？ああ、ここだ。こっちか、そっちから行けんのか。こっちじゃない。あ、こっちだよ、ほら、こっち水路。あ、ここだここだ、思い出した思い出した。ほら、いつものほら3本水路のとこに出てくるの、3本水路。あ、4本だった。あれ、なんだっけ、管理室のところにそれがあるんだっけ、電力。そう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 、だから そこだよ、そこ曲がったとこだよ。ああー、ここか、葵ちゃんの来た。あー、はい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 、分かった分かった分かった。で、あそこでオンにして、こっちにバーって走ってきて、そこの4本滝のところに入って電波塔行ったらもう青たち。え、そんな進んだ今日。進んだ進んだ。これいけるくない？え、じゃあその奥、え、これどっからでも行けるんじゃない？あのさっきのとこ、俺らだって自由広場からさ、あのレバーやりに行ったから、自由広場からも行けるし、全部繋がってるからどこからでも行けるよ。どっからでも脱獄できるよこれ。やばい、感じきた。どうだお前たち、もう終わったか？いい感じっすよ。全然まだ。おー、まだ全然終わってないな。まだかかるかな。ちょっとまだ床張り替えてるから今。いや、なんか監視がなんか壁じゃなくて床張り替えてって言われたから、床張り替えてます今。あー、そうかそうかそうか、分かった分かった。じゃあもうちょっとかかるって感じか。オッケー、分かった。じゃあまた様子見に来るから、ちゃんとしっかり作業するんだぞ。はーい。はーい。なんか可愛い声、今誰か、あれ、すごい裏声。ちょっとやめてよ、ちょっと俺の声可愛いとか急に言うの。ちょっとやめて。どういう気があるの？何、施設内電源がなんとかって話？施設内電源をオンにできるレバーがあったの。その施設内電源をオンにしたら、外のやつから室内に切り替わるから、今のあの電気がビリビリになってるのって、外の電力施設から電気が来てるからビリビリになってる。ねえ、葵ちゃんさ、上見に行かない？行く。要は外部からの電源を施設内に切り替えられるって話で。そう、だから電線から電力供給しなくなる設定ができるってことだよ。だから電線ビリビリしなくなるみたいな。でも本当にビリビリしなくなるのかな。え、今それってオフになってるの？オフになってる。あ、切り替えてないまだ。あ、痛い。切り替えてないよ、ひなこちゃん、焼け死んじゃうよ。ねえ、切り替えてないって言ったよさっきね。そういうことか。OKOKOK。確かさ、どっかに穴開いてるんだよね、誰か見たよね。穴あそこに開いてる、こっから見えるよ。え、あそこから行けそうじゃない？繋がってるよ多分。え、繋がって繋がって、ピーって今俺も見てるけど、もう繋がって繋がって、こっから行けるよ多分。言えるじゃん。ええ、ガチ。作戦立てよ、作戦。作戦か、考えよう作戦。あ、何？よいしょ。あ、返してきた返してきた。どうだ、進んでるか？あー、やってるやってる。お、偉いじゃん。おい、めっちゃ終わってない？すごい。え、だから床は私とプッチでやってて、壁は葵ちゃん担当なんで。そう。じゃあ葵、お前全然進んでねえじゃんお前。え、模様ついてない？いやいや、お前模様作ってんの？え、模様つけるって言わ、え、かっこよくって言ったから。
違うよ、もういらないって言われたんだよ、これ壁は。あ、そうなんだ。そうそう、もう取っちゃっていいよ。また今度でいいですね。まあいい、わかった。まあ見えるから、まあいい、まあ、ある程度デザインはやっぱり欲しいじゃないですか。まあそうだな。こうして、あ、おい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 、ひなこ、ひなこ、そういう、そういう方法があったの。本当に工事がいるね。ひなこ、これ、これ本当に工事が、ちょっと、ちょっと待って。のっとのっとのっと、よかったよかったよかった。こんなとこ土にしてたらダメじゃないですか。私土は素手で掘れますよ。あ、確かにそうだな、よかった、危ない危ない。危ない、気づいてよかったですね。そうだな、他のやつらもこれで出れたかもしれないから、よかったよかった。本当にそうだよ。一瞬だけ、一瞬だけ待ってくれ。ちょっとね、今食事の準備してたから、ちょっと一瞬だけ待ってくれ。ここで、この中で待ってくれ。いや、この中、ここにいるな。なんで外に出るな。ちょっと待ってて、すぐ戻ってくるからな。お前、扉壊すなよ、お前。お前、ちょっとヒヤッとしたわ。これでもさ、ついてる位置がさ、逆なの気になるから直していいかな。おい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 、お前でもそれ外側からやるって、お前それどうする、それで。あ、どうしよっかな。お前、懲罰も行きだよ、それ。よいしょ。あ、どうしよう。おい、どうすんだよ、お前それ。どうすんの、ひなこちゃん。あ、待って待って待って、帰ってくる、帰ってくる。ひなこちゃん、ひなこちゃん、こっち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 、端っこ来て、端っこ。はいはいはい、これ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 、どう、違う、戻ってこ戻ってこ戻ってこ、これこれ、ほら、ほら、出てこ出てこ。ありがとうありがとうありがとう。よし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 、おーぶれー。え、でも本当にさ、本当にいけそうだったね。いや、いけそうだと思う。いけると思う。懸念点はレバーが本当にその稼働するかどうかってことでしょ。止められるスイッチかどうかっていうのが分かんないけど、なんかさ、なんか本なかったっけ、そんなやつ。誰か持ってなかったっけ、その本。なんかそんなこと書いてある本。青は持ってないよ、本。俺、外の発電所は稼働を自由に制御できる部屋があるらしいって。よーし、お待たせ。完成。ごめんごめん。ご飯は何？そう、ご飯の準備してたの。ごめんごめん、それで遅れちゃってさ。何になったの？あ、今日か。あー、それちょっと見てのお楽しみ。あ、みんながね、ちょっとね、あの、死刑日。あれ、え、どうした？いや、そう、一回閉した方がいい、一回閉した方がいい、この扉。一回閉して、閉して、うん、後ろ見てみ、後ろ。お前お前なんでいるの、ここに。あの上でちょっと、あの、修復して作業してたら落ちました。おい、もう上はしなくていいって。上危ないんだから。お前で電気通ってるからね、お前たち。これダメだよ、危ないから。上だって、上柵ないんだもん。こういうことだよね。あー、そう、なるほどね。上も柵つければよかったな。そうか、だから柵つけようかなと思ったけど、柵つけるときに落ちちゃった。あー、そういうことか、分かった。まあ今日はもう食事の時間だから、これで終わり。よし、じゃあ2人出たから行こう。行こうぜ、行こう。よし、行こうぜ。行こう行こう。あおいちゃん置いてこうと思ったのに。感謝バカだから。うん、俺とひなこちゃんやっぱり考えてること一緒なのに。ダメだな、こいつ。ダメだすんじゃねえよ。こっちは次の時間割れで精一杯なんだよ。おい、どこ行く、どこ行く。そこ行ったぞ、飯食いに。おいおいおい、こっち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 。感謝がいっぱいいっぱいって、時間があれがって言うから早く来てあげた。あー、そうか、ありがとう。よし、じゃあ入れ。あ、すごい、机が置いてある。あー、磯丸水産みたいなやつ。はい、みんな集合、こっち来て。はい、集合して、はい、話聞いて。じゃあ今日のご飯なんですけど、君たちが、あの、処刑日当日は磯丸水産がもしかするとチキンになるかもしれないんで、その予行練習をしてもらいます。はーい。え、一匹いなくなったよ。あ、これでね、お肉にして、で、こいつらを、あの、焼いて食べてください。みんな、みんな、もう殺した、殺した。あ、肉出た？葵ちゃん捕まえた。これ殺していい？おい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 、違う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 。それ違う、それ鶏だろ。おい、鶏やった。違う、よく見ろお前、葵だろ。ちゃんとほら、羽も落ちたよ、いる。これ葵の羽。葵ちゃんの羽。葵ちゃんの羽。の羽天使だった？マジで？ちょっと待って、ちょっと迎えに行くから、ちょっと。何？葵のお前嫌われてるのか？早く処刑した方がいいですよ、その兄弟。よし、出てこい出てこい。ほら、青いの出てこい、早く。はーい、あの、ほら、早く出てこい。おいちゃん帰ってきたらさ、早くでやる。迎えに来いよ。あ、お前今殴ったの、お前監視のこと。あの、食べちぎり。
試し切りってなんだお前、もう一回お前医療費送りされたいか、俺行け。いや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 、試し切り必要じゃないですか、本当に切れるかなって。もう行け早く。やったー、 こっちだよ。やったじゃない、こっちこっち。お前懲罰房入りたいの？いやいや行きたくないです、懲罰房にぶち込まれてほしいなって。監視が、あ、監視が監視があの二人じゃなくて誰が早く処刑された方がいいだって。おおおおおおお前らちょっと過激すぎない？だって斧を用意したのは監視だもんね。殺せってことでしょこれ。ちげえよそれ、床材のお前撤去用だろそれ。じゃああいつに口を慎むように言ってくださいよ。説教してくれ説教。そうだ、上下関係をな教えないといけないってことだな、うん、刑務所で上下関係が大事だ。そういうことだ葵、お前分かったか、上下関係しっかりしろ。はい、よし俺出てこい。舐められてますよ監視多分。お前舐めてんのお前上下関係って。違う違う、俺とお前の上下関係じゃねえよ。はい、じゃあ今日鶏肉だからな、食べろよちゃんと。よしバドミントンやるか。やろう、楽しい。羽子板やりたいのお正月。違う、ここにコートある。コートお前ママなの本当に違うって。コートあるのにほら違うって。夏子来ると確認しようねって話じゃん。あ、そうだ。え、でもさっき言った。だって明日行けるよ、だって普通に。え、明日行くの？明日行くの？待って、心の準備が。そっか、もうそんな段階なのか。え、明日どこ行く？どこ行くって思ってた。お出かけじゃねえんだからよ。カラオケ行きたいな。だからとりあえずその一旦レバーを室内電力にオンにするレバーを押して、さっきの発電所、発電所じゃないわ、電信柱の上に行くっていうルートは確定だから、その前のルートを どうやって行くかって感じ。ね、潜ろうよ、ちょっと心配だよ私、一回見に行こうよ。どうやって行くんだっけ、こっちからだっけ。こう、え、自由時間の、待って待って、バクバクしてきちゃってさ、追いついてないよ脳が。なんでだよまず自由時間に手洗い場から下に出るじゃん。どこの水路それ。もう分かんなくなっちゃった。手洗い場ここだ、ここじゃなかった、あ、違う、ん、こうか。ここだ、そうだ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 、この奥ね。ここ手洗い場行くでしょ、で降りてきたらここの出てるじゃん。はい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 。でここからまずなんだっけ、管理棟だっけ、管理棟の施設管理室みたいな、施設管理室のレバーを上げる、行くじゃん。うん、で電力供給管理室のレバーをオンにする。でそのタイミングで施設内に切り替わるってことだよね、予測では。そうそうそう、施設内 に切り替わるから、多分電波塔のビリビリがなくなる。そうなったらさっきの電波塔の下からさ行ったところあったじゃん、ここに行ってで上がって、おー出れる。そうで出れる。で完璧じゃない、だから出たら王たち自由の身だ。すごい、よし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 、完璧だ完璧。え、明日、明日、明日いけるよ、もう明日いける。待って、嬉しいんだけど、本当に明日、自由時間に結婚しよう。オッケー。へ、貸し来た、貸し来た、貸し来た。お前たち、ご飯食べ終わったか？楽しみだな。お、楽しみだな、何が？この後、監視の一発ギャグ大会あるんでしょ？楽しみだな。俺の一発ギャグ大会？何そのスケジュール。そんなこと言ったっけ？え？おいちゃんがあるって言ってたよ、今。誰から聞いたのそれ。あるって聞いたよ。一発ギャグ、まあ、新年会も近いしな、もうちょっとで新年もな、明けるしな。新年会近いから、その新入社員に真似できるような一発ギャグ見せてくれるって言ってたよ。よし、じゃあ俺カメラやるね、ここね、カメラ。はい、富士山の真ん中。一発ギャグと、じゃあ富士山と解きまして、かけましてね。かけましてそれ一発ギャグじゃないし、しかもそれ。あ、溶けちゃった。え、富士山とかけまして、富士山はでっかいと届きます。その心は、その心 は、おっぱい大きいな。何言ってんの本当に。見て見て、あ、頑張る。すごい。おい、お前なんだよこの一発芸、意味わかんねえよ、するとか言ってねえよ俺。え、言ってねえんだよお前たち。痛くなかった
ことにしてあげたのに。セクトリに流してあげたのに、葵ちゃんは。そうだよ、ね、うんこだけ流すだお前。もう悪い、もう悪い、もういい、もう怒った、もう悪いです。はい、帰ります。怒るんだから、監視は。自分が面白いことできなかったからって。うるさいな、うるさいな。俺はこういうのできないんだよ。大丈夫、頭回ってる今。回ってるよ。テンパってない今、テンパってない今。うるさいな、ほら、早く来い、こっちに。新年会でこういう空気にならないように、みんな気をつけよう。はいね。いい教本だったね。ね、うん、教本だった。そうなんだよ、もう夜こんな、もう寝る前にお前たちさせやがって。ほら入れ。ほら入れ。あ、監修、監修、お願いがある。お願いがある。開けて。どうしたね、ここ一個ブロック壊してほしい。どこの下、このケーキの真下。おい、うん、お、あ、ね、監修ケーキ返して。一回。3つ返して。つか、なんでだよ、もう消えたじゃん。監修ケーキ3つ返して。消えたじゃんか、もう。いいか、これで。よいしょ、見て。お、すごいすごい。あ、すごいね、ケーキタワー。ケーキタワーじゃん。ほら、4つになった。ありがとう。よかったな。おい、開けろお前ら。待って、俺じゃないよ、俺じゃない、俺じゃないって。やめて、お前懲罰も入れるぞお前。あのトイレの隣のケーキやだな。あれ、葵ちゃんの。いらないよ。食べたいって言ってたじゃん、さっきケーキ。ハッピーバースデー、ね、きなこちゃんじゃない、間違った。きなこちゃん。ひなこちゃん、いいの、なんかマッシュルーム入ってるよ、磯丸水産のところに。え、磯丸水産、あの、なんか夜暗くて寂しそうだからライトつけてあげた。マッシュルーム入ってる。ライト、ライト。はい、ということで皆さん、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。じゃあ残りも、君たちの命は1週間ないんで、あの、今日もゆっくり、あの、最後人生を送ってください。寝てください。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。監修、なになに、どうした。最近ね、面白い遊び流行ってるの。どんな遊び。教えないんだけどね、流行っててね、うちらがいっぱいやってるからね、明日もその遊びで遊びたいからね、自由時間いっぱい欲しいの。あ、教えてはくれないんだ。そう、だからそれ今まだ作ってる最中だから、完成できたら監修に教えるね。あー、なんかそういう今流行ってるゲームを作ってるってことね。そう、作ってるの今、ゲームを。あ、なるほどね。お、怒った。まあそれは意欲的でいいことだな。分かった、じゃあ明日自由時間ちょっと長めにあげよう。やったー。お、いいね。あ、ちょっと俺もそれ気になる、気になる、新しいゲーム楽しみにしててね。ちょ、教えて教えて。よし、分かった、じゃあ明日の自由時間ちょっと長めとるから、お前たち今日は早く寝るんだぞ。はーい、よーし、じゃあおやすみ。おやすみなさい。ねえ、ちょっとひどいんだけど。どうしたの。チェスの中におむつとうんこと消臭力が入ってるんだけど。待って、俺風邪薬入ってる。 え、優しい。でも、ね、毒って書いてあるよ、毒って。ね、じゃあ、あ、風邪薬投げちゃった。何やってんだよお前。ねえ、ひなこ、カロリーミット入ってる。え、痩せろってことじゃない、じゃあ。え、デブって言われてんのかな、あいつ。ぶっ殺そうかな、こんなもん。そう、私にそういうことだよね。待って、こんなもんケーキにぶっかけてやる。そしたらカロリーミットケーキができるだろう。おいおい、カロリーミットケーキ作るなって。カロリーミットケーキになれ。オッケー、なった。で、ひなこちゃん、ナイスだったよ。さっきナイスだったよ、明日のやつ言ってくれて。え、でしょ。お前でもあれ、もし俺らが脱獄失敗したら、あれやらなきゃいけなくなるからね、ゲーム作らなきゃいけなくなるからね。あ、いや、でも失敗することなんてありえなくない。まあ確かに確かに、まあ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 。え、もしできなかった時のために、できなかったら私が責任持ってゲーム考えるから、任せて。わかった、じゃあオッケー、頼んだぞお前、ちゃんとゲーム考えろ。オッケーオッケー。じゃあ明日自由時間に脱獄結構ね。オッケー。寝れないかも、本当に明日、本当に明日。ね、早く寝て。寝ろよ、お前。明日寝坊したらクソ、クソだからな、お前マジで。いや、寝坊したら置いてくからね、ひなこちゃん。やだよ、待って、寝る、待って、頑張ろうね。うん、頑張ろう。とりあえず早く寝よう。おやすみなさい。おやすみ。おやすみ。